悲しむ老人とは、フィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画、油彩、永遠の門と呼称される場合もある。オランダーデのクレラー・ミュラー美術館所蔵。1890年5月に、フランスのサン・レミド・プロバンスにあるサン・ポール・ド・モズオル修道院の精神病院で療養中に描かれたもの。描かれている老人は、入院患者ではなく、 自身が1882年に制作したリトグラフを模写したものである。なお、この作品を作り上げる際に弟テオに送った書簡の中では、作品の中に思想を盛り込もうと努めることは画家の義務であるように思える。このすりで僕が表現しようと試みたのは、しかし、うまくというか実際あるがままに印象強く表現するところまではいかない。ただ曇った。 弱々しい鏡の繁栄に過ぎない、ミレが信じた、かの高みにあるものの存在、神と永遠との存在の最も強力な証の一つと思えるものだった。それは、このように小柄な老人が火の傍らにところを得て、静かに腰掛けているとき、多分当人は意識していないだろうが、その限りなく感動を呼ぶ表現の中にあるのだ。同時に、そこには、 虫けらには授けられないような何か崇高で何か偉大なものがあると書き記している。ありがとうございます。